ナンバー06小説の魅力と影響こんばんはまたはこんにちはリラックスストーリーズテレビです今回のエピソードでは以前に紹介した世界の偉人ジェームズ・オーガスティン・アロイジアス・ジョイスから彼の主な代表作を取り上げていきます彼は20世紀の最も重要な作家の一人と評価されていますジョイスについては 過去の動画、世界の偉人小説家で取り上げています。動画の下の説明欄に URL を書いておきますのでよろしければご覧ください。なお、今回のユリシーズ動画は内容が充実しており、長くなりましたので、2部に分けてアップロードすることにしました。 彼の画期的な小説、ユリシーズ1922年は最もよく知られていますが、他の主要作品には短編集、ダブリン市民1914年、若き芸術家の肖像1916年、フィネガンズウェイク1939年などがあります。本日はユリシーズを紹介します。ユリシーズは1904年6月16日の一日を描いています。物語は、 アイルランドの広告業者であるレオポルド・ブルームと作家志望の青年スティーブン・ディー・ダラスのダブリンでの一日の出来事を詳細に病気でしています。このエピソードでは、ユリシーズについての内容、文学的影響、そして文化や教育への貢献について詳しく掘り下げていきます。この小説は、その発表から現在までの間に、数々の読者を魅了し続けています。 まったりと最後までお付き合いいただけると幸いです。チャンネル登録、高評価、いいねボタンよろしくお願いします。ジェームズ・ジョイスの革新的な小説ジェームズ・ジョイスのユリシーズは20世紀初頭のモダニズム文学を代表する作品であり、その影響力と革新性から大長編小説の一つとして評価されています。この小説は 当初アメリカの雑誌、リトルレビューで一部が連載され、その後1922年にパリのシェイクスピアカンパニー書店から完全版が出版されました。物語は、ダブリンのある一日、1904年6月16日を中心に展開され、その日の出来事を冴えない中年の広告取りデオポルド・ブルームの視点から詳細に描き出しています。物語全体の構成は、 ホメロスのオデュッセイアと対応しており、その中で英雄オデュッセウス、息子テレマコス、低粛な妻ペネロペイア、そして20年にわたるシンクの旅路がそれぞれブルーム、作家志望の青年スティーブン、浮気妻モリーそしてたった1日の出来事に置き換えられています。ユリシーズは、意識の流れの技法、入念な作品構成、実験的な文章、豊富な人物造形と幅広いユーモアを駆使しており、 これらの要素によってエズラ・パウンドや T.S. エリオットなどのモダニストたちから大きな賞賛を受けました。しかし、その一方で、初期の歪説裁判をはじめとする数多くの反発と詮索を呼び起こすこととなりました。ジョイス自身は、たとえダブリンが滅んでも、ユリシーズがあれば再現できると語ったと言われています。これは、彼がダブリンの街を国名に記述したことを示しています。このように、 ユリシーズはその革新性と影響力から20世紀を代表する作品となりました。この小説を通じてジョイスは文学の可能性を広げ後世の作家たちに多大な影響を与えました。ジェームズ・ジョイスの創作過程ジェームズ・ジョイスが初めてホメロスのオデュッセイアに触れたのはチャールズ・ラムの子供向けの際はユリシーズの冒険を通じてでした。この作品により ユリシーズ・オデュッセウスのラテン語名が彼の記憶に深く刻まれました。学生時代、ジョイスは私の好きな英雄という作文でオデュッセウスを取り上げ、ユリシーズを執筆中には、文芸上の唯一のオールラウンドキャラクターはオデュッセウスだと友人に力説していました。ジョイスがユリシーズという作品を書こうと思い立ったのは1906年で、当初はダブリン市民という短編集に収めるつもりでしたが、 これは構想段階で頓挫しました。その後、若き芸術家の肖像を半分ほど書き上げた頃に、オデュッセイアがその続きとなるべきだと考え、1914年末から1915年初頭にかけて、ユリシーズの執筆に着手しました。ジョイスは作品の全体像を最初から持っていたわけではなく、書き進める過程で着想を得ていきました。当初は22の総和で構成する予定でしたが、 最終的には18の総話に落ち着きました。作品の舞台はダブリンですが、執筆の場はチューリヒで、1920年からはパリに住居を移し、1922年の最初の漢本印刷の間際まで入念な遂行が行われました。これらの経緯から、ユリシーズはジョイスの創作過程の中で形を変え、進化していった作品であると言えます。このような創作背景が、 ユリシーズの独特な魅力と深みを生み出しています。ジェームズ・ジョイスの独特な構成と特徴。ジェームズ・ジョイスのユリシーズは、18の章、ソーアに分かれています。各ソーアは、オデュス・セイアとの対応を示唆する章題が付けられていました。ジョイスは、ユリシーズとオデュス・セイアとの構造的な対応を示す計画表、スキーマを作成しました。この計画表には、 各相話がそれぞれになっている象徴、学芸の分野、基調とする色彩、対応する人体の機関などが図示されています。ジョイスは、ユリシーズの構成が、オデュッセイアの伝統的な三部分割に対応していることを示しました。つまり、作家志望の青年スティーブン・ディー・ダラスが中心となる最初の三相話は、オデュッセイア前半部、第一部、テレマキアに対応します。 本作の中心人物である中年の広告とリデオポルド・ブルームが登場しダブリン市内を動き回る第4相話から第15相話までがオデュース・セイアの帰還部、第二部オデュース・セイアに対応します。そして、ブルームがスティーブンを連れて妻モリりの元に戻ってくる最後の3相話がオデュース・セイア後半部、第三部ノストス・キキョースに対応しています。このように、小説のプロットを神話と対応させる方法は、 ダブリン市民に初集の使者たちから徐々に試みられていました。T.S. エリオットは、これを神話的方法と呼び、ユリシーズ出版に際してこの手法の開発を科学上の新発見になぞらえて賞賛しました。これらの特徴が、ユリシーズの独特な魅力と深みを生み出しています。ジェームズ・ジョイスの独自な文体。ジェームズ・ジョイスのユリシーズは、 18の章それぞれが、同業者には未知で未発見の18の違った観点と同じ数の文体で書かれています。前半部分の文体は、内的独白または、意識の流れと呼ばれる手法で特徴付けられており、主要人物の意識に巨来する想念を切れ目なく直接的に映し出しています。しかし、ユリシーズの後半部分では、語りの視点が複数か非個人化し、作者固有の文体が消失します。 その代わりに、古今の様々な文章のパスティーュを含む実験的な手法が導入されます。特に第14層話では、古代から現代に至る30以上の英語文の文体見本が示されています。そして、最後の章では、主人公ブルームの妻モリーのとうとうとした独白、つまり他者の声によって物語は終わります。ユリシーズの文章は、膨大な量のダジャレや引用、謎かけや暗示、 百科辞典的な記述と羅列といったものを含んでいます。ジョイス自身は非常に多くの謎を詰め込んだので、教授たちは何世紀も渡り私の意図をめぐって議論することになるだろうと語っていました。ユリシーズは英語原文にしておよそ26万5千語の長さを持ち、その中で固有名詞や複数形、動詞の変化形なども含め3万30種もの語が使用されています。これらの特徴が、 ユリシーズの独特な魅力と深みを生み出しています。これからユリシーズの格相話について詳しく解説していきますが、その前に一言述べさせてください。この作品は、一見すると単なる一日の出来事の描写のように思えますが、その中には人間の心の奥深さ、複雑さ、そして性の本質が巧みに織り込まれています。 ジェームズ・ジョイスのこの壮大な作品を通じて、私たちは人間性とは何か、性とは何かを問い続けることができます。それでは、解説を始めましょう。第一部テレマキア、第一層はテレマコス。物語は午前8時、ダブリン南東のサンリコーブ海岸のマーテロー島から始まります。ここで医学生のバックマリガンが、 同居人で作家志望の青年スティーブン・ディ・ダラスを会場へと呼びかけます。スティーブンは、マリガンがスティーブンの母の死について言った無神経な言葉と、マリガンが招いたイギリス人学生ヘインズに対する不信感から、マリガンに対して不快感を抱いています。3人は一緒に朝食をとり、食事中に訪れたミルク売りの老婆からミルクを買います。その後、3人は一緒に外に出ます。 マリガンは泳ぐために裸になり、スティーブンに塔の鍵と飲みしろを要求します。スティーブンは去る際に、今夜は家に帰らないと決めます。このエピソードは、塔という場面、午前8時という時刻、進学という学芸、城と金という色彩、相続人という象徴、青年の語りという技術、そしてスティーブンがテレマコス及びハムレット、シェイクスピア、マリガンがアンティノース、 老場がメントルに対応するという神話的対応を特徴としています。第2層は、ネストル。午前10時、スティーブンは塔の近くの私学校で学生たちに歴史を教えています。授業後、彼は居残った学生、サージャントに数学を教え、その醜い生徒を愛しているはずの母親のことを考えます。その後、校長の DG に会い、給料を受け取り、歴史談義を聞かされます。 さらに、皇帝駅に関する論文の当初のために新聞への口聞きを頼まれます。別れ際に、校長は、アイルランドは、一度もユダヤ人を迫害しなかった。なぜなら、決してユダヤ人を自国に入れなかったからだというユダヤに対する部別的な見解を述べます。このエピソードは、学校という場面、午前10時という時刻、歴史という学芸、褐色という色彩、馬という象徴、 競技問答、個人の、という技術、そして DG がネストル、サージャントがペーシストラトスに対応するという神話的対応を特徴としています。これらの要素が組み合わさって、スティーブンの教師としての一日と、彼が直面する社会的な問題を描き出しています。第3相はプロテウス。学校を出たスティーブンは、ダブリン市内のサンディマウント海岸にやってきます。 彼は哲学、文学上の施策や家族、パリでの生活、母の死といったことに思いを巡らせます。通り過ぎていく老婆や夫婦を見て、それぞれサンバだと思ったりジプシーだと考えたりします。そして、岩の後ろで放尿し、花をほじります。この総話は、スティーブンの内面が意識の流れの技法によって書かれており、彼の教養を反映した外国語などを交えながら文の焦点が目まぐるしく切り替わります。 このエピソードは、海岸という場面、午前11時という時刻、言語学という学芸、緑という色彩、潮流という象徴、男の独白という技術、そしてスティーブンの想年が変幻自在のプロテウスに対応するという神話的対応を特徴としています。これらの要素が組み合わさって、スティーブンの一日と彼が直面する社会的な問題を描き出しています。第二部ユリシーズの放浪、 大アカリプソ。時刻は再び午前8時に戻り、舞台はダブリン市内エクルズ通りのレオポルド・ブルーム宅に移ります。ブルームは38歳のハンガリー系ユダヤ人で、フリーマンズ・ジャーナルの広告取りとして働いています。彼は妻のためにパンと紅茶を用意し、途中で豚の腎臓を買いに肉屋に出かけます。家に戻ると、娘のミリーからの手紙と、 歌手である妻森ーのコンサートマネージャーであるブレーゼズ・ボイランからの手紙が届いています。ブルームは娘からの手紙を読みながら、妻とは別に朝食をとります。彼は妻がボイランと浮気をするつもりだと考え、その考えに苦しんでいます。ブルームは家の外の便所で排泄し、教会の鐘を聞きながら休止したディグナムのことを思います。このエピソードは、家という場面。 午前8時という時刻、人造という器官、経済学という学芸、オレンジという色彩、妊婦という象徴、中年の語りという技術、そして寝室のベッドにかかっている絵画、妊婦の岩みの妊婦がオデュッセウスを7年間引き止めたカリプソに対応するという神話的対応を特徴としています。第五総和食連人たち。ブルームは郵便局に向かい、自分の変名、ヘンリー・フラワー宛てに、 密かに文通している女性マーシャ・クリフォードからの手紙を受け取ります。郵便局を出たところで知人のマッコイに出くわし、厄介に感じながら言葉を交わします。その後、人気のない場所に入り、手紙を読みます。カトリック教会に入り込んでミサを聞いた後、薬局で妻の香水の調合を頼み、ついでに自分用にレモンの香りのする石鹸を買います。店を出て、 知人のバンダムライアンズに新聞を見せてやり、その際に図らずも彼の競馬予想のヒントとなる言葉、スローアウェイを口にします。そして、入浴中の自分をイメージしながら浴場に向かいます。このエピソードは、浴場という場面、午前10時という時刻、生殖期という期間、植物学、科学という学芸、生態という象徴、ナルシシズムという技術、そしてブルームが見かける馬車の馬。 教会の生産排除者、ポスターの兵士、また彼の思い浮かべる入浴者とクリケットの観客が、ロートパゴス族のハスの実を食べて理性を失ったオデュッセウスの部下たちに対応するという神話的対応を特徴としています。これらの要素が組み合わさって、ブルームの一日と彼が直面する社会的な問題を描き出しています。第六層は派です。ブルームはディグナムの家から階層馬車に乗り込み、 北高のグラスネビン墓地に向かいます。同乗者には、スティーブンの父サイモンディ・ D、ダラスがいます。ブルームは、馬車が息子スティーブンとすれ違ったことを彼に告げ、生後すぐに死んだ自分の息子ルーディのことを思い出します。また、馬車はボイランともすれ違います。車中の話が自殺に関することになると、カニンガムは、ブルームの父が服毒自殺していることを知っているので、話をそらそうとします。 馬車は様々な場所を通って墓地に到着します。ここで埋葬に立ち会う間、ブルームは、マッキントッシュに身を包んだ見慣れない男を目にします。ブルームの壮年は、しばらく死者をめぐって展開していくが、結局のところ、暖かい血のみなぎる生命を受け入れます。このエピソードは、墓地という場面、午前11時という時刻、心臓という期間、宗教という学芸、 白と黒という色彩、管理人という象徴、インキュビズムという技術、そして馬車が通り過ぎるドダー側、グランド運河、リフィ側、ロイヤル運河が冥海の四川に対応し、階層に立ち会うコフィ神父がケルベロスに、墓地の管理人がハデスに、死者ディグナムがキルケの宮殿から落ちて死んだオデュッセウスのブカエルペノルに対応するという神話的対応を特徴としています。第二部ユリシーズの放浪。 第七層はアイオロス。ブルームは、フリーマンズジャーナルのオフィスで働いています。彼は酒屋キーズの広告デザインについて印刷工の監督と相談し、その広告の件をまとめるために競売所へ向かいます。一方、同じ新聞社に DG の投資を持ってきたスティーブンは、その場にいた若手弁護士のおもろい、マクヒュー教授、そして編集長のクロフォードを酒場へ誘います。しかし、 ブルームとスティーブンはここでは出会いません。ブルームが戻ってきて広告の話をまとめようとすると、クロフォードに邪剣にあしらわれます。スティーブンは酒場への道すがら、一堂に二人の老婆の偶話を披露します。この総話は、新聞記事のような込み出しを持つ談笑形式で書かれています。このエピソードは、新聞社という場面、正午12時という時刻、配送という期間、修辞学という学芸、 赤という色彩、編集長という象徴、省略三段論法という技術、そして編集長クロフォードがアイオロスに対応するという神話的対応を特徴としています。第8層はライストリゴネス族。ブルームは新聞社を出て、古い広告を見るために国立図書館に向かいます。その道すがら、おこねる橋でカモメたちのためにケーキを買って投げ、通りのサンドイッチマンを見て、 ミリーがまだ小さかった頃の幸せな生活を思い出します。すると、昔の恋人ミセス・ブリーンに声をかけられ、彼女の夫が抽象的なハガキに対する名誉毀損裁判を起こそうとしていることや、モリーの友人であるマイナピュア・フォイが難産で苦しんでいることを聞かされます。その後、ブルームは昼食のためにバートン食堂に入ろうとしますが、客たちの汚らしい食べ方に嫌気が差し、 代わりにディビバヴァーンのパブで赤ワインとゴルゴンゾーラチーズのサンドイッチを食べます。そして、図書館に向かう途中で門前でボイランの姿を見かけ、混乱して隣の博物館に駆け込みます。このエピソードは、昼食という場面、午後1時という時刻、食堂という期間、建築という学芸、巡査たちという象徴、禅道という技術、そして上が一食いのライストリゴネス族の大アンティパテスに、 葉がライストリコネス族に上がそのおりに対応するという神話的対応を特徴としています。いかがだったでしょうか今回の動画ではジェームス・ジョイスの作品からユリシーズ第8相はライストリコネス族までを解説しました。最後まで視聴してくださったことを心から感謝しています。これだと思う小説がありましたらコメントで教えてくれると嬉しいです。 最後までリラックスストリームテレビを見てくれてかたじけない次回作も現在進軍中です驚き桃の木三所の木ドキドキ恐怖していただけるよう頑張っておりますチャンネル登録といいねボタンを押してくださると俺たちの励みになります今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう頑張って制作してまいりますので引き続き応援よろしくお願いいたすそれでは皆々様次回またお会いしようぞじゃあねまた。 チャンネル登録、高評価、いいねボタンよろしくお願いします。